じゃあアプリを立ち上げてみようと思います。はい、お店がすごくいっぱい登録されています。今40店舗ぐらい登録されているそうですね。じゃあこのパンタグラフさんのところで注文しようと思います。はい、こんな風にメニューがいっぱい出てきます。はい、ではこの中から、スモークサーモンとクリームチーズのベーグルサンド、はい、これを一つと、サラダとかパンとかもいろいろあります。あ、じゃあ最後ドリンクもコーヒー牛乳、キスキコーヒー牛乳を飲もうかと思います。はい、これで注文内容や配達時間などが表示されています。はい、ではこれで注文を確定しようと思います。はい、これで注文します。で、配達予定時間が2時半ぐらい、40分後ぐらいですね。今配達員さんの顔と名前も出てます。すごい遠くから今商品をピックアップして3分後に到着という表示に変わりました。ありがとうございました。